ちゃイライラする。ね、これバカにしてるよ、ほんとに。いや、これはバカにしてる。こんな納得いうわけないでしょ、こんなのバカにされて。500m 以内、何やこのパトカー。受信しました。ね、俺の言ったとおり、やっぱ家住んでねえんだよ、だから。いや、多分これも嘘だ、今言った、なんて言った、今メールそれ。分かっています。そっか、そうだな、こいつ。で、それだって今こっちの着信で気づいたってことでしょ、要は。そうだよ。ねえ、やばい、電話来てる。何の用だろう、ね、Wi-Fi 繋いで。ねえ、やべえやべえ、つってさ。この先、ほんとバカにしてんね。通行区分違反、待ち伏せエリアに注意してください。来ない雰囲気出してたじゃないですか。へ、なにこんな平気な時間ですか。まだこんな時間で声かけるんですね。うん、かけます。だってこんな時間にあんな走りしてるから、もうこんな時間から警戒してるのと思って。6時中生、私たち。はい、すいません。はい、ちょっと免許証かけます。はい、すいません。よくじゃあ警察官にこういうことやる。あ、こっちはね。あ、そうですか。どうしたの、眩しい。いいよ、お前、やばいよ、俺。自分でも眩しいよ。すごいですね。俺パトカー好きでこれついてるんですよ。あ、それで、あ、なることはなるんですか。あ、なりますよ。鳴らすと思ったら、ほら。お、赤はどうなんですか。赤は、まあ、光りますよ。車検の時は外してるんですか。あ、だって別に車検の時は何も言われないですよ。あ、そうなんですか。ごめんなさいね。警察とか好きっていうわけでもなく、警察は嫌いです。あ、そうなんですか。警察嫌いです。なんかあったんですか。まあ、いや、まあ、ほら、人それぞれいろいろあるわけですから。まあまあ、そうですね。大丈夫です。危ないもん続いたら逃げてます。まあまあ、そうですよね。いや、最初やっぱり左折されたので、どっちかなと思ってこっちに来てくれたのか。この時間でカンパチなんて止められたら、まあ、恥ずかしくてたまったもんじゃないですよ、本当に。やっぱほら、だからパトカーに止められてるイコールってやっぱ一般的な人そう思うじゃないですか。まあ、だからピクチュー抜いた瞬間なんかどう思われるか、やっぱ来るんだ。あ、ごめんなさい。いや、もう少し、いや、とんでもないです、大丈夫です。ね、まあ、私ほら横浜って言ったじゃないですか、うん、やっぱ横浜だと考えられないですよ。しかもこんな時間で、あんな地下帯みたいな走りしてて。まあ、やっぱり神奈川とかやっぱり人数、やっぱり警視庁とやっぱ全然違いますからね。ここにやっぱ本部の方もたくさん。ああ、そうですよね。回ってますからね。さっき130いくつがいたかな。あ、本当ですか。130、いや、あの、玉川帰ってた。あ、玉川の方。うん、玉川文中の130。あ、文中ですね。うん、そうそうそう、うん、声をかけられたんですか。うん、ここ来るのかったから今日は大丈夫かな。ああ、ごめんなさい。そうですね、大きな通りだとパトカー絶対いますからね。うん、そうそうそう、だからそれがすごいですよね、都内は。そうですね、神奈川じゃ本当考えられないですよ、パトカーなんて。目の前で信号無視しちゃって何も言われないですから。あ、本当です、うん、あ、そうなんですよ。そんなレベルです。いや、本当甘いですよ、神奈川は。神奈川、逆に私あんまりいいイメージないんですよね。本当ですか。はい、あ、終わりました。車借りもんですか。あ、じゃあこれ彼女の名前。これって何、あの、全部総合でやるんですか。まあ、基本的には。そうそう。どうですよ、ここもパトカーみたいに。パトカー好きなんですよ。音も鳴るらしい。本当だ。これ鳴らさないでね。で、これちなみに俺のはこれ鳴るんですよ。へ、このフットもついてるんですけど。すごいですね。
でも使えないでしょ、なかなか。使ったらだって目つくれちゃうもんね。やめてやめて、怒られちゃうから。うちが鳴らしに構えちゃう、ね、公安委員会10周なんとかになっちゃう。はい、もう帰りますんで。すいません。はい、すいません。カメラもあれはすごいのついてる。いや、だから結構ね、当て逃げとかやられるから、駐車場でほらドアパンやられてとか、そんなんやれば、こんな車でも現れるんですよ。あ、そうなんですか。結構現れますよ。いや、昔だったら出てきますよ、てめえこの野郎って。やめて。今できないじゃないですか。今うっかり出てってね。そうですね、やったら煽りになっちゃう。そうそうそう。彼女さん嫌がんない、こんないろいろくっつけて。そんなのでもないです。あんま嫌がんない、あんまほら車に興味ない人だから。あ、そうなんです。うん、そう。すいませんね、ありがとうございます。はい、どうもです。はい、ご苦労様です。どうも、すいません、はーい。今の助手席側にいたおまわりさんはあれ車好きだね。アンプすげえ気になってたもんね。運転手にも言ってたもんね。あ、でも電話かかってきてんだな。いや、ずっと前、一昨年ぐらいにさ、ほら闇金で俺が電話してさ、あの辞めたやつあったじゃん。で、あいつはさ、結局あの俺と友達やってるその店にさ、社畜としてずっとやってたんだよ。だからやっぱ金にルーズなやつはもう何でもルーズ。金にもルーズ、時間にもルーズ、もう何でもルーズ。本当に。って今思ったけど、あれ総合でやってんだな、やっぱ。人によるのかな。ああ、そうそう、総合っていうその総合紹介ってのがあるんですけど、まあその警視庁だと、あの A 号、B 号、C 号、あと。A 号、B 号、C 号、それ危ねえな。あと M、M 号、U 号で、Y 号、Z かで、L1、L2、S1、S2 だっけな。で、それを全部ひっくるめて総合紹介っていうのがあるんだよね。だからほら、あの2年ぐらい前に言ったじゃん、ほら、あのほら彼女に車あげたっつって。で、あげたからもう名義もだから彼女の名前なのよ。まあ金は私が払ってるんですけど、そうだ、車両障害とか融合、あれ合ってるよね。合ってるよね、確かそう。でその融合の紹介をかけてるんで、だから総合だから。でもそうするとさ、だから情報量多いとさ、いっぱい出てきちゃうわけですよね。だってこの2年でさ、その職質をずっとかけられてるわけじゃないですか。その時に今まで1回も車の名義のこと言われたことないけどね。まあケースバイケースなのかな。マジの電車なんだな、めんどくせえなったよな。ほんとダメ、金にルーズのやつ全部ルーズ。でもさ、ああ、まあ話戻るけど、一般的にだからさ、乗ってる人間の男でさ、車両がさ、持ち主が女だったらさ、ん？ってやっぱ思うのかしら。思うよね、思われるな。でもそれって人によるか。まあ盗難届出てなかったらまああれだよね。そこもセブンよるか。さあ、これなんかはさ、警視庁とさ、神奈川県警とか、まあ俺埼玉県警とか知らないからあれなんだけど、違うんですよね。あ、まあ一応それ、そこ止まってるから。書いてからピコ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 、うるせえなこれ。はい、そうで、警視庁はさっきどこだっけ、多摩川2だっけ3だっけ、多摩川2から123って言って、で123ですどうぞっつって、
で、名前と住所とあれを言うわけですよ。じゃあ安倍さんにしよう。ね、じゃあ朝日のあ、安倍、新聞の市、心臓、昭和何年、30年、何月何月、何日生まれ、つって言って、で、そこから、その123から、123から玉川に、みたいな感じで言って、で、生まれは〇〇、身長は170センチ程度のものであれば、英語何件、内容にあっては、みたいな感じで返答が来るわけですよ。あれ？ちょっと待って。そう。中でよく米来るけど、無線のあれ持ってればみんな言えますよ。これは朝日のあ、いろはのい、上のうって、ね、はい、無線の無、これなんか動画あったよね、八王子の立川の方でね。せ、世界のせ、み、三笠のみということでね。なんか外涼しいんだけどな。で、だから俺なんかであれば英語、8件、内容にあっては0204050506、その他3件になりますってなるんですよね。そうすると警察官はなんだこいつこんなにあるのかってなるわけですよ。で、まあさっき言ったっけ、その Z、 じゃあ Z 紹介だったら、そのあこいつは反社だなっていうことになるわけですよね。まあただほら、よく勘違いしてるバカがいるけど、逮捕イコールね、前科じゃないですからね。ね、まあ、あくまでこれ前歴ですからね。うん。まあ、逮捕されてお前前科だと、お前、世の中もみんなお前前科ついちゃう、お前。で、これは、いや、まあ、千葉とか埼玉もわかんないけど、これは、まあ、これは警視庁だけなのね。そう、虫とうめえんだよな。そう、まあ、0001とかさ。上記のものにあっては、英語00とかっていうなるんで、あ、00だったら、こういう人何もやってないのね、みたいな。まあそういうのがいろいろあるわけですよ。ね。私の住んでる神奈川です。横浜ですよ。ね。神奈川は、上記のものにあっては、平成何年、何月何日、横浜駅で、204で減退とか、横須賀で、236で減退、渋谷で199未遂で減退とか、まあそんな警報で言ってくるんですよね。で、まあ警視庁と違って、まあ事細かくではないけど、まあその、日付とかも言ってくるわけですよね、神奈川は。だから神奈川でいると投げんだよ、俺とか。ね、8件もあるからさ。ねえ。もうそうそう、全部筒抜けなんですよね、本当に。いや、聞こえてる聞こえてる、つってさ。まあ多分その警視庁なんかは、その、警視庁なんかとおかしいか。警視庁は、だ多分、まあ職質かける、数とかも、ね、他のとこと違うから多分その、もう簡易的な隠語にしてると思うんだよね。だってやっぱその、ね、職質の数にしても違うわけじゃないですか。ね、横浜なんてほとんど見ないし。ね、神奈川も、全部で見ても、ね。そういうわけじゃないですか。川崎行っても、ね、大和行っても、相模原行っても、まあ、そもそもパトカーがいないわけじゃないですか。うん。警視庁はだからもう、その数字で言うわけだからね。0100102-0304って。うん。まあ、そんな感じ。いやでも車両紹介はびっくりしたな。あ、さっき言ったっけ、眠くてさ。だって2年だよ。2年経ってさ、初めて言われて車両の、もちろん違うの。あ、さっき言ったな、そこでな。すいませんね。たまに話が、ね、重複、重複しちゃうんですけど。ふふ。友達に電話するかな。あ、あれだ。アイシェンズカード買っとかなきゃ。蒸しパンうめえよな。ユーゴーか、確かユーゴーだよな、車両は。まあこんなの、まあほら暗記してるとはいえさ、もう使えねえからさ、忘れちゃうじゃん。な、朝日のは、いろはのい、上野のうもそうだしさ。ね。まあこれはさっきも言ったけど、まあ無線持ってればいいね、みんなあれだからさ、あとは。アルファベットもあるんだよね。だからアルファベットの最近どうなってんだろうね。だから、この隙間は品川か、354か、まあ、ダメか。たまにさ、だからじゃあ品川 30H とかいいんじゃん。うん。あれなんつうんだろうね。だから H はホテルの H ね。だからアルファ、ブラボー、チャーリー、デルタ、エコー、フォックスロットだっけ、ゴルフ、なんだっけ、インディアだっけ、
で次ジュリエットとか、まあそういうのあるわけですよ。そういうの言うのかな、うん、あとあれだよね、 これだとさ、だから、まあ、ABC っていう時はさ違うよね、アルファ、ブラボ、チャーリーっていうよね。ね、映画なんかもそうじゃん。うん、まあめんどくせえよな多分。だって警官だってさ、その朝日のはいろはの家なんかさ一年中言ってるからわかるけどさ、もう英語の方なんてもう忘れてるでしょ。じゃあ N って何なんだっけ、ナショナルじゃないなんだっけ、あ、ノベンバーこれ絶対わかんない全部。いや昔は覚えたんですよ、だから、うん、ね、何しようか、いや何しようかって自分で言ってさ、あれじゃあね、なんだバイクがなんだっけ、じゃあ K 丸 K、 それちげえだろうか、それ継承の言い語で K ってなんだ、 K かかって今回違うか、あ、キロだ、キロ、はい、ということで、ね、まあまあそういうお話はいいとして、ほんと車両紹介びっくりした、あいつ危ねえな、あれほら横断歩道信号がないで渡っちゃってるもん、あの女なんだあれよ。 V がね、ビクター、これビクトリーじゃないんですよね。で、X は XA、 うん、まあいいっす、すいません、すいませんね、喋りながら。まあそういうことでね、じゃあお疲れちゃんです。